おはようございます。今日は皆さんに高校生のリアルなモーニングルーティーンをご紹介したいと思います。7時。うるさい。スマホのアラームで起床します。二度寝します。7時10分。再びアラームで起床します。休みてぇ。再び二度寝します。7時20分。三度目の正直。アラームで起床します。アラームを全解除して再び眠りにつきます。7時50分。ちょっとあんた、そろそろ起きんでいいの？今日学校でしょ？遅刻するよ。母に叩き起こされます。ちょ、やば、なんで起こしてくれんかったん？7時半までに起きてこんかったら起こしてって言ってるやん。逆ギレします。そんなお母さん知らんよ。自分で起きなさいよ。7時から目覚ましずっと鳴っとったでしょ。そんでも起きんかったのあんたやないの。あんた社会人になったら自力で起きんといかんのやからね。わかってる？母の説教を9割聞き流しながら顔を洗い歯を�磨きます。7時54分。あんたご飯はどうすんの？時間ないし、いらん。もうマジで間に合わんかも。ひたすら文句を言います。7時56分。急いで制服に着替えます。お母さん、シャツないんだけど。どこ？あんた昨日帰ってきてから洗濯出してないでしょ。だから洗ってないよ。今日着ていくシャツないやん。どうすればいい？再び逆ギレします。そんなん知らんよ。あんたが悪いんでしょうが。今日は昨日着とったシャツ着ていきなさい。もうマジか、最悪や。もう渋々臭いシャツを着ます。8時。やべえ、急げ。トイレに駆け込みます。急げ急げ。急がなきゃいけないと分かっていながらスマホをいじり出します。8時2分。面白い動画を発見したみたいですね。8時10分。やばいやばい、遅刻する。ダッシュでトイレから出てきます。行ってきます。バッグを手に玄関へ。8時12分。家を出ます。急げ。ここから全力で自転車を漕ぎ学校へ向かいます。8時20分。今日はギリギリ間に合いませんでした。たかお前はいつも遅刻して自覚が足りとらんな、本当にバカもんが。